ギデオン大司祭が一人になるのは夜よ。準備が整ったら店主に行って休んでちょうだい。この店は闇ギルドの一員だよ。先代からずっと世話になってる。赤いスカーフが警視庁の印なの？そうだ、よくわかったな。このスカーフをつけた仲間に気性を示せば手を貸してくれるはずだ。アイフリード船長が一時監獄島に囚われていたのは事実だったわ。特等大魔師メルキオルに連れ出されたことも。でもその後の消息がつかめないの。いずれにせよ、聖霊があいつを捕らえているのは間違いないな。目的は何なのかしら。海賊討伐のためなら見せしめで処刑するか、あなたたちを誘い出そうとするはずよね。今のところどちらの動きもない。もしかしてアイフリードが異大陸から持ち帰ったという異物が狙いなんじゃないの？異大陸の異物、あの妙な道具の噂が出回っているのか。可能性はあるな。あいつはある異物を妙に気に入って大切にしていた。どんなものなの？海賊団の機密だ。今はこれ以上言えん。だが、もし目的がそれなら、離宮に囚われている可能性は少ないだろうな。あそこには拷問の設備がないだろう。その通りね。一部でも機密を明かしてくれたこと、感謝するわ。その線も含めて引き続き情報収集を頼む。もっと、もっと、もっと。違うの、そんなつもりじゃなかった。だけどお腹が空いて、病で消えゆく弟の命で姉が長らえるなら、その行為には断りがある。我慢しなくていいんだ。ベルベット、ライフィセットを食べなさい。やだ聞くもんか、お前の言うことなんか。あんた、どうして？ベルベットが、うなされてたから。気安く近寄るな！私がゴーマって分かってるでしょ！ごめんなさい。寝ても覚めても悪夢の続き。物は石をぶつけると壊れるが、気持ちをぶつけると生き物になる。扱うにも捨てるにも、物の方が楽じゃぞ。何が言いたい？休憩はおしまいということじゃよ。お出かけの時間じゃ。間に合ってよかったわい。あんたも来る気？お主らと一緒におれば、鼻炎風を使う女大魔師が現れるぞよ。と、紛る占いに出たのでな。当たるのか、それ。わしは昔、王城に入ったことがある。一緒だと便利かもじゃぞ。邪魔したら捨てていくわよ。敵の本拠地だ。警備は固いぞ。けど、闇はあるはず。赤いスカーフをつけた兵士を探すわよ。
手形を拝見。確かにこの地下道は北条につながっている。離宮の中に出られるはずだ。巨大ワニがおるでの。ワニ。ワニの好物は魔女だ。さあ行くぞ。マギルー以外は足元注意でな。暗殺に向かう雰囲気じゃないわね。こんな道を知ってるなんて、やっぱり警視庁ってすごいんだね。その情報を生かすための仲間が城の中にまでいるんだから大したもんだ。王国全土に支部を置き、犬や猫さえも情報集めに使うノウハウを持っているという話だ。わしも聞いたことがある。連中は仲間の死体すら無駄にはせんとな。仲間の死体。その昔、城に忍び込んだ警視庁の男が警備兵に追われ、この地下道に逃げ込んだそうじゃ。男は水に潜って追手をやり過ごそうとしたが、バークバクバクほどなくしてワニに食われた男の腕だけがお堀に流れ着いた。それを見て警視庁の連中は二つの情報を得たという。二つ。一つは人が通れる地下道の存在。もう一つは、ワニ料理がこの町でも作れること。ワニの肉は人の血で揉むと柔らかくジューシーになり、麻婆カレーには最高に合うそうじゃって。あ、僕が食べたのは。へえ、そんなに美味しいなら試してみようかしら。嘘しか言わない魔女の血で。俺も食ってみたいな。戦力ダウンにはならん。某の緊張を解くための可愛いジョークじゃって。嘘なんだよね。ワニというのは真っ赤な嘘じゃがな。某が食うた麻婆カレーには人食いナマズの。行くわよ。うん。こら、この魔女が。水が引いたぞ。ワニいないよね。随分変わった立ち筋ね。
話にならないわね。想像に肩を組む。楽な戦いばかりじゃ修行にならんぞ。覚悟もなしに立ちふさがるな。かと思いきや、すでに今日話にならねえ。ガンダムスパイキン逃しはしない。次はどうしよう。そこだ、そこをどけ。決めば捕まえられます。さあ、先に進もうぜ。早々に肩をつける。手応えがなさすぎる。油断は禁物だぜ。やれやれ。すぐに済ませるわよ。くらいつくぜ。ガンダムブリッジ逃しはしない。ガンダムブリッジ捕らえられば。その力、興味がある。この拳、止められはしない。話にならないわね。話にならねえ。逃しはしない。
覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。大したことなかったわね。から市民を守るための城塞都市じゃというに、王家の足元にゴーマがおるとは清涼の怠慢じゃ。確かに清涼にしては脇の甘い警備だよな。巨大な防壁で町を囲ってその内側を守るってのが王国と清涼の対ゴーマ政策だもんな。壁の内側で発生したゴーマにとって外に逃げるのは容易じゃないとも言える。王宮は広いし建物も大きいから隠れる場所もたくさんある。取水口を通り抜けるのはゴーマにとって難しいことじゃないよね。そのくらいのことは清涼も分かっておろう。むしろ誘い勘で一網打尽にすればよかろう。ゴーマの存在に気づきながら放置してる。でもそんな理由なんてさぱらんの。一気に片付ける。食らいつくぞ。ゴトリューはどれか。とどめ。ゼロインパクト。その程度で。ホールドル。食らいつくぞ。食らいつくぞ。抜けた。完全滅退に。次。そこだ。食らいつくぞ。片付いたみたいに行くわよ。消えないけど刻んで果てろ。リートルペイン。
冷気の渦を凍結しろ。ケネジット炎を消すか。エアクワットマンデー捕らえよ。やれやれ。嵐にもならんな。紛る占いの出番じゃよ。どちらに進むか、ウィッチウィッチ。紛る。ああ、怖い怖い。ボウはどっちに進めばいいと思う？僕を。とにかく上に登る場所があるはず。それを探しましょう。ベルベット、浮かぬ顔じゃのう。小悪党とはいえ人間を殺すのは気が重いかい？別に。あんたみたいにヘラヘラしてる奴がどうかしてるのよ。わしは裏切り者を探しに行くのであって、人殺しに行くわけではないからのう。殺さないといけないのかな。ネクターをやめさせるだけじゃダメなのかな。話が通じるやつならいいんだがな。酒場の噂話じゃ、あの大司祭は相当なクセ者だぞ。今でこそ聖主教も聖領も民衆から支持されてるが、3年前まで閑古鳥が鳴いてたそうだ。そんな苦しい時代にもずっと聖主教会に尽くしてきたのがあの大司祭、ギデオンだったとか。だが、降臨の日を境に精霊が見えるようになり、精霊術がゴーマ退治に有効だと知って手のひらを返した。目に見えるものしか信じられぬ愚か者の群れじゃからの、人間というのは。民衆の支持を得た聖司教会の連中は浮き足立って、醜い権力争いが起こったらしい。名ばかりの司教や、権力目当てに入信した新参者、大司祭の座を狙った連中はみんな消えた。教会を辞めたの？いや、みんな死んじまったそうだ。病気だの事故だの死に方はいろいろらしいがな。その結果ギデオンが大司祭になった。あ、そうまでして大司祭になったというに、今や民は同志アルトリウス様の大合唱。心穏やかではなかろうの。ま、俺たちにもいろいろ仕掛けてくるかもしれん。用心した方がいいだろうな。どんな奴だろうと関係ない。
やるべきことをやるだけよ。暴走にも肩をつける。耐え尽くせ。ガンダムエッジ影すばる。逃がしはしない。大きなガンダムエッジ。そこをどけ。そこだ。耐え尽くせ。風の衣よ邪魔よ。砲撃中。援軍到達。その力、興味があるな。私に立ちふさがるな。かと思いきや、すでに狂気だ。すぐに済ませるわよ。くらいつくせ。ここね、違うよ。ゼロインコット。砲撃しろ。しまった。しまった。スピードブライト。襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方、吐く。切り札を出させたことは褒めてやるよ。はい。
せる。耐え尽くせ。逃がしはしない。ドライバーを撃つ。これが死神の力だ。オーガシュ、今夜上流客、ここだ。耐え尽くせ。話にならないわね。その力、興味があるな。想像に肩を組む。耐え尽くせ。逃がしはしない。耐え尽くせ。ホーガシュ、縁が上流客、ホーガシュ。大したことなかったわね。すぐに済ませるわよ。耐え尽くせ。逃がしはしない。感動を取り付け。ダブルスボイル、フォーガシュ。その程度でそこだ。暗い服だよ。縁が上流客、魔王演劇よ。とどめ、血だらけよ。ゼロインパクト、ミラージュ。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。見えないとこまで飛んでいきな。図書室、こんなところに出るなんて。おほー、さすがは王城の書庫じゃ。チンポンが揃っておるの。あ、古代語の本読めるのか。うん、でも僕、暗殺には必要ないものね。欲しいなら持っていけばいい。いいこぶっても仕方ないわよ。ゴーマに協力してるんだから。お前な、もっと素直に優しくできないのか。人を殺しに来てるのに無茶言わないで。そんなボロでいいのか。もっと高そうな本もあるぞ。
さて、マギル、礼拝堂はどっち？さて、どっちじゃろう。ちょっと、わしは王城に入ったとは言ったが、詳しいとは言っておらん。私は言ったわよ。邪魔をしたら捨ててくって。でもまずゴミ箱を探さんとな。当てにした私がバカだった。さあさあ、肩の力を抜け。さすれば道はおのずと見えてくるものじゃ。想像の肩を捨てる。話にならないわね。話にならねえ。やれやれ。どこまで飛んでいきな。緊張してるのか、ライフセット。少し。ならば、わしがまじないを教えてやろう。フィッチウィッチフィッチってやってた、あれのこと？あれは運勢や未来を見る占いじゃ。まじないというのは、自分にかける幸運の魔法のようなものじゃよ。この呪文を唱えるんじゃ。マギンプン。ほーれー、効き目抜群じゃ。どういうこと？何の魔法なの？どうでもいいことがどうでもよくなる魔法じゃよ。どうでもいいなら最初からどうでもいいだろ。人は気づかぬうちにどうでもよいことに囚われる生き物なんじゃって。とにかく、わしの後について唱えるのじゃ、よいな。お、うん。マギンプン。マギンプイ。声が小さい。もう一度、マギンプイ。マギンプイ。もっと心を込めて、マギンプイプイ。マギンプイプイ。もっと、マギンプイプイ。もっと上げて、マギンプイプイプイ。しー、静かに。わしらは侵入者じゃぞ。これがお約束なんじゃ。うるせえ。なんじゃなんじゃ、和ませようとしたわしの心がわかるのか。今は和む必要なんてない。まったく、ゴーマと精霊には余裕がなくて困る。マギンプイ、ん？どうでもよくなった？くっ、棒に慰められるとは。もう、どうでもいいわい。邪魔するなら始末する。話にならねえ。よし。
大したことなかったわね。肩慣らしにもならんな。ギデオン、祈りの途中だぞ。何者だ。先に聞いたのはこっちよ。無礼な。だがゴーマならば当然か。そこまでです。マギル占い大当たりじゃ。待ち伏せか。これも死神の力か。それともあのばあさんに売られたかな。調べたのね。ネクターの元締めがそいつだって。そう。あなたたちが起こした事件の関連を洗って、ギデオン大司祭に行き着きました。知った上で守るの？処罰は聖霊が厳正に下します。処罰だと？私がどれだけ聖霊に便宜を図ったか分かっているのか？そやつを追い詰めてくれたらいいことが起こるかもじゃぞ。ガイアは黙ってなさい。そこだ。どけ。容赦しない。消えない傷を刻んだ。おじろ。リーサルペイン。手に飛ばせ。そこだ。容赦しない。消えない傷を刻んだ。おじろ。リーサルペイン。エレノア様、ちぇ、増援か。飛び道具は向こうの方が上か。頭を潰せ。エレノア様をいじめるなでゴー。会いたかったぞ、ビエンフ。よくもわしから逃げてくれたの。マギル姉さん。元さやに戻ってもらうぞ。七つ目の森に生まれし一族よ。今再びちぎりを交わし、我が悶々たる記念、混沌を極めし一滴とならん。覚えよ、何時に与えるマナを。フューシーカス。ビーン、ソーバット。みなぎってきた。この力は対魔神。違う。わしこそは健康雨天をおもちゃにし、鬼をもおちょくる大魔法使い。あ、マギルー姉さんと覚えよ。人の身でゴーマに味方するとは、恥を知りなさい。ここだ。
一個貸しよ、マギル。マシュマロイル、すぐ忘れるぞ。じゃあ今すぐ返して。襲撃一刀、この距離なら外せません。ゼロの傘、吐く。どこだ、剣が潮流客、とどめ半分。こいつは剣が潮流客、どこだ、大丈夫。短くなどいて。どきません。待ってくれ。すべて清涼のためにやったことなのだ。神殿建立の費用がいると言われて、それでネクターを。勝手に製造量を増やしたのは悪かった。だが、それもわしなりの救済のつもりだった。話し合おう。誰に頼まれた？被害者か？医者どもか？それとも、まさか、アルトリウスか。そうなのだな。くそ、私を消して闇に葬る気か。おのれ、私がどれほど炎上してやったと。いかん。ベルベット、救世主面の若造が。ぼさっとしないで、死んだら本は読めないわよ。ベルベット、追わんと逃げられるぞ。逃がさない、追って殺す。大司祭までゴーマ病になるなんてね。限度を超えたということじゃな。今の悲鳴は？こいつは何？ゴーマが人に戻った。霊霊がこいつを捕まえてるってことか。この結界、前に。何はともあれ依頼は果たせたの、結果的に。じゃが、そうね、報告に戻るわよ。大司祭に何を。それにこのゴマは一体。知らないし、興味もない。ふざけるな！ふざけてるのはそっちよ。大魔師の力なしで、私とやるつもり？一体何なのだ！お前たちは！
なかなか盛りだくさんな一夜だったな。気を抜くな。まだ夜は終わっていないぞ。探索船。タイマシから精霊を奪うとはな。どうやったんだ、マギル。もともとビエンフーはわしの精霊なのじゃ。それを裏切って家出しよってからに。うぅ、マギル姉さんの精霊使いのバッドさんに耐えかねたんでふ。さすらっていたところをエレノア様に拾われたんでふ。エレノア様は優しかったんでふよ。そうか、そうか。今の発言含めてどうお仕置きしてくれようかな。ビーン、またバットの日々が戻ってきてしまったでふ。あんた大魔師だったのね。違う、魔女じゃよ。こやつは魔法の種と仕掛け的なあれじゃ。だから精霊と契約できるのは大魔師だけでしょ。そんなのは大人が勝手に決めた儚いルールじゃよ。やめておけ、ベルベット。問い詰めるだけ無駄だ。無事、依頼を果たしてくれたようね。相変わらず早耳ね。それだけが取り柄なのよ。自分の耳は遠くなったけど。結界を通る鍵の情報は？わかったわ。アルトリウスがいる神殿を守る結界内には、高位の大魔師しか入れない。そして、高位の条件は、A ランクの精霊を4体以上連れていること。つまり4体の強力な精霊がいれば俺たちも結界を抜けられるってことか。だが精霊に従わない精霊は滅多にいない。考えたな。こう見えても僕は A ランクなのでふよ。アイゼンにライフィセット、ビエンフ、あと1体精霊がいるな。大魔師から奪うしかないわね。わしも行くのか？めんどいんじゃが。来なくていい。けど、ビエンフは置いて行ってもらうわよ。礼儀はなってないの。そこは、ご同行ください、マギル様、じゃろ。頼んだら来てくれるって言うの？同志を襲う場に。頼まれ方次第ではの。同志とゴーマの決闘なぞ、めったにない見せ物じゃし。マギル姉さんは、こういう人なのでふ。僕、みんなに、一緒に来てほしい。です。お願い、します。ライフセット。そこまで頼まれては仕方ない。もうしばらく付き合うとするかな。もちろん俺もだ。神殿にはメルキオールがいる。目的は同じだ。用は済んだ。これは返すわ。持っておいきなさい。それがあれば私たちの身内として援助が受けられるわ。救世主を殺そうっていうやつを援助？後悔するわよ。
ずいぶんお行儀がいいのね。お嬢さん、私たちはそういう断りの外に生きているんじゃなくて。警告はしたから。待て、ベルベット。おやまあ、無理もない。長い夜だったからな。援助頼める？ええ、もちろんよ。起きたわね。ごめんなさい。別にいいわ。眠くなるのもお腹が空くのも自然なことよ。食べたりしないって。昨日の怪我は？痛いのも自然なことだと思う。平気よ、こんなの。強いんだね、ベルベットは。強くなきゃいけないのよ、仇を討つために。仇。出発するわよ。六郎たちは広場で待ってるはずよ。爽やかな朝じゃわ。裏切り者にみっちりお仕置きしてやったでな。ビューン、みっちりすぎでふよ。鍵を殺さないでよ。そっちも棒を食べてないじゃろうな。大事な鍵じゃぞ。わかってるわ。じゃが相手は同志と聖主。同志はともかく、聖主とは世界を作った神様じゃぞ。戦って勝てると思うのかい？聖主なんて偽物に決まってる。アルトリウスは民衆を操るために神話を利用したのよ。本当に神様ならゴーマ病くらいどうにかできるはずでしょ。カノ主は存在しないって言うのか？うん、カノ主と呼ばれている何かはいる。特殊な術で精霊を降臨させたやつ。言い切るな。3年前にこの目で見た。ほほ、神様じゃないなら勝ち目はありそうじゃな。もちろん。第一狙いはアルトリウス。それ以外はどうでもいいわ。アルトリウス様は弟の仇。さーて、ライフィゼット、目指す聖主の御座はどこにあるんだっけ？ローグレスの北、ダーナ街道を進んだ山の中。大魔師が剣門を守ってるなら精霊を奪えるかもしれない。仲間に剣門の様子を調べるようシルフもどきを飛ばしておいた。その情報をもとに襲撃計画を立てる。ゼクソン港あたりで合流できそうね。その予定だ。それにしてもシルフもどきは便利な鳥じゃの。どこにいても届くし、いざとなれば非常食にもなるしな。シルフもどきの焼き鳥は神水のつまみに合う珍味だって聞いたことがある。あの鳥たちが使いとして飛んでくれるおかげで俺たちは精霊を出し抜くことができているんだ。あいつらは俺たち海賊団には欠かせない大切な乗組員だ。冗談でも食うなよ。あ、だがどういう仕組みなんだ？電書バトは奇想本能を利用して飛ばすもんだが、シルフもどきは旅先の相手にちゃんと届くだろう。シルフもどきはとても賢い鳥で、場所じゃなくて人の出す波長をいくつも覚えられるんだよ。飛ばす人が飛ばす時に念じた波長の違いを感じて相手を探して飛んでいくって。
本に書いてあった。あまり見かけない鳥よね。精霊の一種だったりするわけ？いや、精霊ではない。とある北方の島にだけ生息する珍しい鳥なんだ。嵐にあってその島に寄港した時に、母鳥と卵が巣ごと俺たちの船に飛ばされてきた。だが母鳥は間もなく死んでしまってな。ベンウィックが母鳥の代わりに卵を返したんだ。だからあんなに懐いてるんだね。伝書鳥としてしつけるのは難しいのに。そういうことをさらりとやるのがベンウィックってやつなのさ。ベンウィックのくせ毛を見たひな鳥たちが親と勘違いしたんじゃないのかい？あいつの頭を巣にするほどの結びつきだ。あるいはそうかもしれん。そういえばついこの前、シルフモドキが卵を産んだから頭を叩くなと言ってたな。増えるなら試しに一つ食ってみないか？ダメだよ、ろくろ。やっぱりダメか。改めまして皆さん、精霊ビエフです。よろしくお願いしますね。ちなみに僕の精霊ランクは A です。ライフセット同じ A ランク同士、仲良くしようですね。精霊ランク、僕も A ランクなんだ。不思議はない。見かけによらずなかなか力があるからな。アイゼン、お前も A ランクなんだろう？らしいな。だが精霊が俺たちを刺激するために決めた胸クソ悪い物差しに過ぎん。そういうものか。ごめん。いや、いい。ただ自分の価値を他人の物差しに任せて喜ぶような男にはなるんじゃないぞ。うん、わかった。ビエーン、僕の拠り所全否定でふか。海賊やゴムの言うことなど気にするでない。お主はわしにとって特別な英雄じゃよ。特別な英雄？感動です。マギル姉さん、そんな優しい言葉をかけてくれる人になったんですね。昔から変わらぬぞ。主が永久にわしのしもべであることはのう。そっちの永久ですか？ソーバート、はあ、緊張感のないやつがまた増えたわね。大司祭様がお怪我をなされてしばらく療養されることになったそうよ。教会の人は大司祭様が離宮を片付けている時に棚の上から荷物が落ちてきたって言うんだけど、王宮に賊が入り込んで暴れたって噂もあって。それが本当なら一体誰が？いつも素晴らしいお話をしてくださってみんなとても尊敬していたのに。物騒な話ね。ええ、私は噂だと信じたいんだけど、子供たちが怖がってしまって。私は全然怖がってなんかないよ。嘘だ、お姉ちゃんが泣いてるの見たもん。僕は全然怖くなんかないよ。悪い賊が来たら僕がやっつけるんだ。その迫力なら悪い奴が逃げそうね。棚ぼとで大怪我とは抜かりのない情報操作じゃの。城で司祭が殺されたなんてことになったら誰もお神を信じなくなるからな。ややその怪しい身なり、お前らあれだろう、忘れもしないローグレスの入り口で鳩出したマミムメ記述団だろ。マミムメではない、マギルー奇術団じゃ。なんじゃお主、あの場におったのかい？そうとも、ゼクソン校から来て検問でお前らを見て楽しみにしてたのに、いつまで経っても話を聞かない。でもここで会えたが100年目だ。明日にでもゼクソン校で講演してくれないかな。そっちの愛想のない姉ちゃんのポッポからの
魔法使いの姉ちゃんの鳩技術。やってもいいが、わしらの出演料は高いぞ。金ならある。あれが見られるんならいくらだって出すぜ。断る。そこをなんとか。しつこい。なんだよ、釣れねえな。今回は縁がなかったと思って諦めるのじゃ。さもなくばお主がこの世から消える記述をこの弟子がやりかねんぞ。いいじゃねえか、やってくれよ。弟子にやらせてもよいが、お主は消えたまま戻れぬぞ。それでもよいのか。マジじゃ。そしてわしらはマギルー奇術団じゃ。次の機会を待つがよ。アルトリウス様の演説には心打たれたよ。きっと町の連中も感動してるよな。っていうか感動してくれないと困るんだけどな。なんであんたが困るわけ。商売だからに決まってるじゃないか。今聖主カヌヌシ様の先座の儀式が行われてるだろ。あれだけ感動的な演説を聞いたら誰だって新しい聖主の御座を拝みに行きたくなる。そこで見学記念の聖杯を売るのさ。そいつを今ゼクソン校から運んできたところなんだ。ほう、カヌヌシ様はいろいろとご利益があるんじゃの。その聖杯には何か紋章などは入っておるのかい。これから町の職人のところに持ち込んで紋章を書き込ませるところだ。無駄にならんといいがな。バカ言うなって。ここで売らなきゃいつ売るんだ。商いの素人にはわからんか。機内は分からんが、お主の未来は見えたわ。意識もあいつも私がこの手で。最近なんだか体の調子が悪いんだよな。ネクター飲んでた時は良かったのによ。なんだか急に手に入りにくくなって、闇取引じゃ20倍以上の値がついちまって、オートなら売ってると思って来たんだが、どこにもないんだよ。ネクターはやめておけ。あれには石成鋼が入っている。なんだって。石成鋼ってのは確か常習性が高い、ちょっとヤバいやつだろ。手に入らなくなった今がやめ時だ。船乗りならそんなもんに頼らず体を動かせ。ああ、そうだな。ネクタはやめだ。これからは仕事上がりに浸水にするぜ。いいこと教えてくれてありがとうよ。ゼクソン校で偵察と合流するぞ。すぐに来ませんわよ。食らい尽くせ。魔法炎撃波、トルメブレイクブリッド。そこが本気で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気じゃぞ。やれやれ。どうかしたのか、ライフィセット。元気がないみたいだが。いつものことじゃろうが。お前は引っ込んでろ。六郎はゴーマの剣士。
アイゼンは精霊の死神、マギルーは変な魔女、僕は何なんだろう。哲学的な質問だな。お主はベルベットの道具で非常食じゃろ。そう言われた。テレサ様にも道具って。でも僕は生きてる。そうか、ライフセットは自分が何なのか気になり始めたんだな。なら答えは一つだ。自分で決めろ。え？自分で決めていいんだ。どうしたいのか全部。それが生きるということだ。お前の舵はお前の手の中にある。僕の舵、自分で。悩めばいい。それも生きている証だ。答えを出すまでは守ってやるよ。お前の術には世話になってるからな。うん、よくわからないけど、わかった。いい話っぽいが気をつけ。言っとるのはゴーマと死神じゃぞ。邪悪な魔女も取り付いてるしな。置いてくわよ。怖いお方がお怒りじゃ。とりあえず全身に舵を取れ。シルフもどきは届いてる？ああ、検問に偵察を出した。まだ戻らないのか。はい、もうちょっと待ってください。小休止するか。小腹も空いたし。うん、空いた。偵察が戻るまで休憩しましょう。何？あれを手に入れただと？声がでかいんだよ。やっとの思いで手に入れたイリアーニュの赤ぶどう神水なんだぞ。ベンウィックたちに見つかったら全部飲まれちまうだろうが。なんだ、あいつらには内緒なのか。当然だろうよ。あいつらは腹いっぱいに飲み食いできりゃ満足なんだからよ。ガキに貴重な赤ぶどう神水なんか飲ませられるか。まあそうだね。よし、イリアーニならルカレラチーズが合うな。どっかで手に入れるから、それまであいつらに見つからずに隠しておけよ。おう、任しとき。緊張感のない奴らね。
船の手入れは万全っす。よし、偵察が戻ってきて俺たちが出発したら、お前はいつでも出航できる体制で待て。はい。聖主の御座で何が起こるかは予想もつかん。最悪の場合に備えておくんだ。副長と一緒にいる以上の最悪なんてあるんすかね。だが頼むぞ。アイス、何かあったらすぐシルフもどきで俺たちを呼んでくださいね。最悪の場合か。棒にもリンゴを一つやったわ。わしって優しいじゃろ。リンゴ、お主も欲しいか。ならば今度は鶏の真似を。必要ない。姉さん、本気でアルトリウス様と戦うつもりでふか。まあな、棒に頼まれてしまうたからの。でも絶対勝ち目はないでふよ。逆らうの。なんぞおしさんから言い含められたかい。とんでもないでふ。ならば付き合ってもらうぞ。なーに、危なくなったら逃げればよい。万一死んでも。それだけのことでふね。さすがよくわかっておるの、ビエフ。とはいえ、なるべく長くあがいてほしいものじゃ。わしの暇つぶしのためにな。おいしい。酸っぱくて甘くて。いいわ、味わからないから。海が好きなのに。波は怖い。あとサメや変な魚も。でもすごく大きくて不思議で、あの先に何があるのかなって考えるとドキドキする。私の弟も海が好きだった。ベルベットの弟も。岬でよく海を見てた。潮風は体が冷えるって叱っても全然言うこと聞かなくて。あんたもこの子と同じように思ってたんだね。羅針盤買ってあげたかったな。旅だってさせてあげたかった。おーい、偵察が戻ってきたぞ。ライフィセット、あんたは残ってもいいのよ。僕はベルベットと一緒に行く。そう。そいつはペンデュラムを使ったんだな。うん、しかも検問の対魔師を全員吹っ飛ばした。あいつなら船長ともやり合える。わかった、
直接俺が確かめる。ちょっと、どういうこと？検問がペンデュラムを使う精霊に襲われてるらしい。ペンデュラムは船長が行方不明になった現場に落ちてた武器なんだ。そいつが連れ去ったってこと？わかんないけど、無関係とは思えないよ。アイフリードは対魔師が捕らえているはず。なぜ連れ去った奴が聖領の検問を襲う？どうする？鍵が一本独走したぞ。追いかけるわよ。混乱してるならもっとかき回して突破する。ひょへー、過激。しかしアイゼンのやつも勝手じゃの。仕方ないわ。船長探しがあいつの目的だし。